今月14日から阿蘇市で開かれたのが、今からオフラインキャンプ2024を始めます。ゲームやスマホの持ち込み禁止で一切使うことができない1泊2日のキャンプ。参加したのはスマホ・ゲーム依存となった小中学生と高校生です。参加者の中には不登校になり1日10時間以上ゲームをしていた子どももいます。母親は、10時間以上やってたんだろうなって思います。どうしたらいいかが全く分からなかったです。何をしてもどう対応してもうまくいかない、やめさせる手段が分からない。悩みを抱える家族が変化を求めて参加したのがこのキャンプです。オフラインでも楽しいことってあるぞっていうことを知ってもらう。子ども家庭庁によると、18歳未満のインターネットの利用時間は年々増加しています。町で子どもたちのスマホ、ゲームの使用状況について聞きました。5、6時間ぐらい。あ、具体的にどういうことしてますか？なんかゲーム。ゲーム楽しいですか？うん。長時間は触ってほしくはないです。やっぱ会話も減りますし、つまんないんで。結構使ってますね。これ以上ひどくなるともうちょっとこう考えないといけないなって思います。オフラインキャンプを企画した工業大病院にはスマホ・ゲーム依存に悩む人たちが相談に来ます。ゲームがやめられないという相談はですね、非常に増えました。増えた背景について医師の辻さんは、学校の中で傷つき体験をしていたり、友達とうまくいかなかったり、お勉強でうまくいかなかったり、嫌な体験をたくさんしていると、なかなか学校という場が安全に過ごせなくなってきている。学校が嫌になり、ゲームやスマホに居場所を求めることで学校から足が遠のき、さらにスマホやゲームへの依存が深まるといいます。やっぱり学校に行けないとか、授業に集中できない、昼夜逆転、それから多く見られるのがですね、暴言だったりとか、ゲームをやめさせようとする親との葛藤の末に暴力を振るってしまったりとか。こうした状況を変えるために、現実世界の楽しさを改めて知ってもらおうと開かれたのがオフラインキャンプです。キャンプの参加者の保護者が悩みを打ち明けてくれました。一日長い時は起きて日常生活してる以外は全部やってたと思います。10時間以上やってたんだろうなと思います。14歳の息子がある時から学校に通わなくなり、ゲームに依存していったといいます。同じような悩みを抱えた参加者たちが1日目に取り組んだのがリアル脱出ゲーム。ミッションを果たすためには参加者同士のコミュニケーションが必須です。右向いて、いけるよ。分かった、これ関係あるんじゃない？はじめは緊張していたようですが、やり取りを続けるうちに打ち解けていったようです。突っ込んで、火が進まれ。オッケー、はい、じゃあ次の人行こう。そして夜は焚き火です。焼けてる。焼いたマシュマロを食べ、取材陣に話しかけてくる参加者も。なんか生クリームを生で食べてるから食べないの？おお、めっちゃ綺麗。いけた。2日目は班に分かれてカレーを作ります。周りに作り方を聞くというコミュニケーションがこのカレー作りの目的です。いただきます。スプーンがない。あ、スプーン。めっちゃ美味しい。うまい、やっぱみんなで作って食べるのが家よりもいいかな。スマホなどは一切使わずに過ごした一泊二日のキャンプが終わりました。なんかアニメ見たいなと思うことはあったけど、なんか部屋で話すのもすごい楽しかったんで、ゲームとかやりたいっていうのは少し少なかったですね。家族だけでは解決できないところに、でも
外から踏み込みにくいところに一歩踏み込んでくれてるっていう感じがします。まあ来年も、このキャンプに来たいと思っています。